おじや駅は、新潟県おじや市東へ一丁目にある、東日本旅客鉄道上越線の駅である。2004年10月28日、新潟県中越地震発生後のおじや駅、ホームコンコース端式ホーム2面2線を有する、地上駅で、ホーム間は、古戦橋で連絡している。駅の裏手には、油圧機器の製造工場があるが、かつてはこの工場と上越線を結ぶ。 貨物専用線が存在した。長岡駅が管理し、JR 新潟ビジネスが住宅する、業務委託駅である。駅構内には、友人改札口、緑の窓口、簡易水化改札機、タッチパネル式自動券売機、屋内待合室、自動販売機、化粧室などが設置されている。JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車人員は1064人である。2000年度以降の推移は以下の通り。国道291号から見た小千谷駅,駅周辺の西木小をモチーフにした地下道渡り駅は品野川右岸側にある。小千谷市の中心市街地は左岸側にあり、東駅からは離れている。なお、砂岩側にはかつて国鉄大沼線の西小千谷駅が あった。駅前には西木越をモチーフにした地下通路の入り口がある。駅前から中心市街地にかけて伸びる国道291号の歩道には橋梁部などを除きアーケードがかかる商店街が形成されている。なお、駅前は2004年の新潟県中越地震で大きな打撃を受け、被災前2 0 0件程度あった店舗のうち10件以上が数年間に閉店。 駅前の一等地にあった旅館や、喫茶店が被災して取り壊され、更地になったほか、大手食品スーパーの原新駅前店も閉店した。ロータリー内に、おじや駅前、駅前交差点の西側すぐの場所に、おじや駅角のバス停がある。また、駅前交差点の南側すぐの場所には、越後交通のおじや営業所がある。本数など詳細は、 外部リンクのおじや市公共交通マップを参照。ありがとうございます。